この作業も仕事放送しながら生配信もできるようになりました。はい。そう。これヒふみさんもこれ俺が俺も見ていいのこれ。あ全然全然スクロールして気になるコメントって拾ってください。あなあこんなにいっぱい来てるわけですね。そうです。最強のバイク乗りホンダハヤト知りませ知らないですね。ホンダハヤト。っているんですか。あの僕20代の頃。 オートなんとかバイクノリックって子がいましたけどね。あの<っ>ノリック亡くなった人ですけど。オートレーサーですか。えっとなんなんあのレプリカスタイいるな,なあ,<ー>あれ,あれ本当に外国で有名だったらしいですけど二十代で亡くなった人がいました、ね。あ待ってナルトラさんのメールですよ。<laughs> えー、先週は F1 の日本グランプリでしたがえー、今週は二輪の元 GP の日本グランプリが栃木県モテギで。<laughs> うん 行われます。さすがにこちらは現地に行かずっていうのはこの,この人、選手 F1 のミニていうんですね、いつもええすごいね。さすがに現地に行かず、えー、配信媒体の Hulu でチェックしますが、F1 よりも日本人選手が普通に優勝したり、活躍をしているので、楽しみですね。ちなみにこの春から自分は原付バイク本田の TODAY に乗っています。いいですね、トゥデイはい デで読谷通ってました読谷でも番組やってますえーとこれルトラさんナルトラさん日曜日の昼2時からナルトラさんあれあっち FM 読谷ってあの、番組スタートして何か月間かはゲスト呼んだらなんかね、ありましたそれが終わるとゲスト出演はなる1年とか半年とかだったと思うナオ直さん出れますよ日曜日の昼2時 <laughs> <laughs> 僕、でもね、一二三さん、宣伝することがないんですよ、<え>ライブの宣伝で違うよ、今度、グスクロッカーズナイト出るでしょ、あ<ー>11月のそ、ね、そっちね、<laughs> 10月でしたそう、要は、えーともう今月あ、来月、来月の28日かな、来月の第3金曜日だったと思う、うん、第3金10月、第3、そうだ、僕、告知もしていいんですよね、あの皆さん、3> 3日 20, 20日です えっと告知していいですか、どうぞどうぞ、あの僕ですね、なんと一二三さん、今年僕、映画出まして、映画はい、はい。こざままっていう、あああ。こざままっていう映画に、はい。ちょっと出てるんですよ。ちょっとじゃないんじゃないいやいや、本当、30秒ぐらい、30秒ちょっとじゃないね、ちょっとじゃないの いやちょっとだな。<laughs> <laughs> いやこざまも出てるんです。出てるんですよ。お父さん役ダ,ダ,メだ、ね、ダメ男。えっダメ男。ダメ男役でしたよね。いやいや違うあのあ違う。海賊、ね、シーンのこざま自体は現代の話なんですよ <うん S 2> で。はい。で。 その小座ままの主人公なんかの回想シーンというか、うん、回想シーンというか昔のこと思い,出すシーン思い出すというか、えー、あれは昔のシーン思い出すかな、昔の出来事の、はい、そのシーンがあるんですよ、はい、その70年代の、うんえー、時の飲み屋で女の子に絡んでるおじさん、<laughs> 絡んでると言っても、あのこあの暴力的なやつじゃないですよ、一緒に飲もうよ、飲もうよって言ってあ酔っ、酔っ払い。酔っ払いの役をしてて、うん 何が言いたいかって言ったら、それのイベントがあって、なんか今度、今度、劇場公開するんですよ、10月からです、ねそれのプレイイベントみたいな感じで、10月の最初の土曜日、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、えっと、すみません、段落じゃない、たぶん、14。 十四に、ある手先山、あれ、あっちどこなんで、那覇の高速の上のほう、あそこに、ワンカラーっていうライブハウスができたんえっと、もともと、あれ、ヒューマンステージの山田さん山田さんが、日のあのフリムーンラジオで、そんな話してました。 あ、山田さんが、こっちで。山田さんではなくて、ええ、えジャパナさんが。ああ、ジャパナ君、はい、はい。ジャパナさんも、そのイベント出ます。別、別のイベントの紹介で、その場所紹介したかな多分違う、最近なんか、いろんな、あの、ブッキングする人がいて。で、その、重要はそれ。で、僕、久しぶりに、一人でライブ。おお。で、あの、他の人も出ますよ。はい。僕、あの。 ono w a 君ってドラムのことよう最近やってたんだよ今年は一人でやるのとえっとその二十日に魂とナンちゃんさんナンバナンバさんと三人でススリマスリマンライブをやりますあのナンちゃんさんは東京から来ます魂のお友達でそれはウラスイグループどっちか十四か二十か皆さんどっちかいや両方行きましょう両方行きましょうぜひよろしくお願いします両方行きましょう はい詳細分かんないけど、いくらとか分かんないけど、皆さん、久しぶりに僕、ギター弾くんで、ぜひ、ぜひ、公開放公開生放送の時に、ジママさんが話してた、こざままですよね、そうそうです、ヤンポさんはミキーの。めっちゃ良かった、ジママ、あの本当ね、廃れたママ演じてたよ、あジママさん。ジママさんも出てるんだ。はい主役です。あ、4人主役いて、うんミーキー、上野ミキキーとジママさん。 あと2人を、を綺麗な人、2人。2> 名前はわかんない。<laughs> <laughs> 要はそのバ,バ,バンドなんですよ。ああ<ー>、ママさん、ボーカルで。あっ、なるほどね。ベース、キーボード、ドラムっていう、この編成の、要は、小沢ママが。ミキーはじゃあギターえっとね、キーボードだったよね。あ、キーボードか。あなるほどね。あ上門上門上城。上城か。<laughs> 惜,しい <laughs> 惜しいね。惜しいね。上城です。ミキーさん、でもこあの、この14はミキーさんも出ます。 うんうん、僕一回しか会ったことないけど。うん、なるほどね。そういうことです。ぜひ皆さん。いやもう本当、えー、もう50にして迷うことばっかりですけど。ええ、はい。もう迷ったらダメですよ。ですよね。僕、えー、っとね、ヒープーさんの劇出たのはもそれぐらいですよ。あの、戸辺。琉球超人。あのー、あれね。 世界で初めて飛んだ人ってて言われてるつい舞台に出たのも、うん、そそ48とか50とか、あのー、あ,のあの言ってたあのやんばる娘さんが出たことあるんそう。うん、もうだから <laughs> あの迷ってもいいんですけどもうやりたいこともうできること当、ね、も,もうね何<も><う>でもオファーはね あの僕言われたのがオファーするのはあなたを見て判断してるから自分があの器がじゃないとかなんとかっていうので電話なくてそれはもう相手に失礼とオファーした人に失礼だから全部受けなさい、うんうんうん、俺受けたほうがいいです最近ライブ3つぐらい断りましたいやいやいやでよ <laughs> なんで断ったんですかいやあのあの理由があってひふみさんのさっきの話めっちゃいい 今言った話、めっちゃ全部断るなっていうのはめっちゃいいんですけど、最近僕のメッセージ来て、こんなライブがありますけど出ませんかって言われて、そしたら一回目つぶるんですよ。これ知ってる方からの。そうそうそう、基本知ってる人。知ってる人。で、知ってる人で目つぶって、このライブ面白くなるかなって。で、僕が想像するんですよ。あ、なんか、あんまり俺が、なんか、 普通に終わって挨拶して帰るだけだなぁ、なんか別に面白くないなって思ったら、うん、すいませんって謝るようにしてます、わかりましたな、なんかね、自分の好きなのを選んでいこうかなと思って、あでも確かにそれも大事です、うんあのー、今ね、結構みんな生活苦しくて、うん、あの我慢する生活を強いられてる人いっぱいいるんですけど、うん、我慢することないと僕は思うんですよ。はい まあまあ経済的な理由とか、いろんな理由とかってあるんですけど、我慢する理由の中に、自分を犠牲にするのだけはね、やめていただきたい20代は僕は、我慢で我慢して、あのバーでね、バーで、店長を苦して30万罰金払うあの弁償のって、伝説のバーで。 聞いたことないで聞いたことなも藤子さんからなんかちょっとチラってこれもう1ミリぐらい聞いた私知ってんだよってひいちゃんとか言ってなかったえふみちゃんふみふみ分かるねん僕の元嫁が藤子の幼なじみなんですよあめちゃめちゃ近いいやいやもう昔からもう18ぐらいから知ってるんですあ兄貴アッターグループダメだまあダメだまあでして何でですう。でもライブねもう他にもなんか。 さん僕は直木屋さんのライブ皆さん見たことないでしょマジで見たことない人多いと思うんですよいやーこれ本当にあの大鳥ホールでやったライブは見ないででいいいですやい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 やあのちっちゃいち高橋さんマジでちっちゃいあのライブハウスやってる直木屋さんのライブが超かっこいい ダイブしてた。ダイブしたよ。してしましたね。あのダイブしたライブは見ないでいいです。名古屋でライブ、名古屋でライブやった。やりました、やりました。ダイブした。やりました。ああ、じゃあ。やりましたっていうか、ライブをお願いした。させてください。ダイブ、ダイブ、ダイブ。ダイブさせてくれる。ダイブするかちょっと集まってっていうやつですね。ライブ中にダイブするから客を寄せるっていうのね、直木はさしきできないです。ああ、エナルさん、いらっしゃいませ。あこぎっぽん勝負 違いますよ、えっとえー、エレキも全然弾きますよ。直樹さん、もともとベースからスタートだったんですもうもうあの私あの、ベーシストで,<う>で今もね,あのねあのベースの方がいいてて気持ちいでいす、うん、直樹さんがあのロックたまたま手箱でかける曲はベースが基本,が、まあ、基本最近は違う、ま、そればっかりじゃないですけど、うん、あのでもやっぱあれですね。 ちょっと要は要はあの俗に言う黒いやつファンクあっちらへんがもうたまらないっすね。魂はロックなんですよ。あいつもう本当ストレートなロック上がりで、俺もうちょいあの黒いもっとこんなファンクのやつこんなレスこんなレス。うっろでチンコチンコ言ってますけど。チンコチンコ違う違うじゃチンカチンカ。チンカチンカヤッポーさんから直樹さんいつから直樹屋ですかと来てます。カブボウさんえ。 さんんが僕ね、21の頃読みたんでね、直木やったこ焼き屋やってたんですよ、半年、半年だけね、その時無職で、父ちゃんがね、お前ちょっとこっちの場所に店舗があるから、お前何もやってないんだったら、たこ焼き屋やれって、もうかるらしいよって言われて、2日ぐらい修行に行って。 その敵屋の人、おじさんに、でなんか親父のシリアいらしくて、うん、でそこで初めてね、最初、21、最初はも,もうけたんですよ、友達が来てくれて、うんうん、でもう半年でもうお客来なくなって、半, <laughs> 半年もかからなかった、3か月ぐらいで、でもう違う仕事したいってことで、辞、うん、めたんですけど、はい、この屋号だけは残しとこうと思って。 それが直木やな。そう、あのー、僕昔漫画描いてたり。漫画<は>。ま、漫画も上手ですよねあの。その、もともと漫画家なりたくて。え漫画家、今からなろう。ね、あの、一二三さん、あのー、なりたかったんですけど。うん、あのー、えっと、あのね、楽しくない。な <laughs> <laughs> るほどね。<laughs> もうね孤独の作業でひふみさんしゃってたら楽しくなるじゃないですか人と喋ってたらみんなからメール来たり誹謗中傷来ないし楽しいじゃないですかそれが全くないわけ漫画描いてるとき1週間とかずっと書き続けてもうなんかこれ本当女の子とも出会いないし今もないけどね全然これでいいのかなと思ってだからあの その時ちょうどね、モンパチとかが流行ってきてたんで、うん、あ,あっちの方向に行きたいなと思って、なるほど僕、魂見てましたから、ステージ、ああの客として、あ本当に縁側、うん、あのエンガフロンボール、いいな、かっこよかったです、かっこよかった、持ってるだろうな、お…私って、あ,あのね、あのー…あれ、あのー、もうね、来世は、うんあのー、小動物ですよ、あの、誰<れ>何が <laughs> なんでしょう今で得使いすぎて楽しいさそう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 インド哲学だったらね誰かコメントでいやこんな考えだからだ合よって書いてください HIFUNEM 沖縄大月さんからですひふみさん、キャンさん読たのスーパーゲストの直樹さんこんばんごくんちょ えー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きですメッセージテーマ「俳句」ではなく「バイク」バイクといえば「仮面ライダー」おー28歳、はいえー、バイクエピソード僕も車の免許を持っていますが原付きは免許を取得してからちょっとしか乗ったことがありませんというのも原付き持っていないのもありますが、えー、実は、自、えー、連で原付きの教習を受けた頃筆記がメインで受けてた人がほとんどが実技を受けても 受けてもらう機会がありませんでした、えー、免許を取ってから舞台で一緒だった先輩の原付を借りて練習していましたそれっきり乗っておらずですで原付の勉強があるんですよえあ今の、えっと、教習所ですか若いええと必要だと思う確かにまあ1時間ぐらいだったらね <laughs> 1時間ではです一 <laughs>、えー、回でいいからバイクに乗って出かけてみたいですねそうそうバイクと えー、特撮つつながりのエピソード一小さい頃に見ていたスーパー戦隊、えー、救急戦隊555という作品があるのですが人主人公のゴーレッド、えー、辰巳まといを演じた、えー、西岡隆一郎さんは、えー、俳優の西岡徳馬さんの。 えー、お一さんでもあります<ー>西岡龍,太郎龍,太龍一郎さんは現在は俳優を引退したハーレー・ダビッドさんのカスタムショップ、有限会社セレクテッドの代表取締役を務めています。<ー>同じスーパー戦隊で俳優デビューした他の俳優さん、元俳優さん、御用達のバイクショップです。西岡徳もさんと西岡龍一郎さん、555の写真とお店のサイトを潜伏しています。 しますえちなみに、西岡徳馬さんは、過去にウル,トラマンウルトラマンシリーズで、えー、ウルトラマン太郎の父、ウルトラの父親演じていましたということで、えー、お店のサイトまでありがとうございます、僕はもうね、あのー、現地機嫌は興味ないえーとー。昔はアメリカン、そのもう本当に若い頃バイク買ったんですよ、僕も。うん、あのー さっきの SR125 の前に鈴木の K125 を買って10万で。K125? もう要はそのウオイチバに行くグロいやつ。ビジネスカーですよ、ビジネスバイク。で、それをカスタムして、いろんなルだけですけど、スプレーでそれでろちょろしてたんですけど、あの僕はね、一回転んで、転んで怖くなって。 バイクが嫌いになったんですよ、そのよは。よく考えたら危ないし、誰かのお家に行って、はい、あんたこれ、スープ持って行きなさいって言ったら断るしかないじゃないですか、持てない置くとこないし、スープ持す人もおばあさんのお家とか、あーねーのとき確か、これ、実家に持って行ってってって言って。 持っってていいいけなななよるじゃですか袋に入れても危ないし雨降ったら濡れるし本当にこれ、あんまり移動集団としては有能じゃあま使えないなと思ってたんですよ、何十年も。ただ去年、魂が買ってちょっとまた盛り上がってきて久しぶりにスクーター乗ったら怖いんですけど僕は50になって分かったんだけどこれは便利な乗り物ではなくてひたすら。 乗って遊ぶもんだと要はそのこの走ることに意味があると乗る、うん、乗ってただあてもなくどっか行くことにうん、うん、あこれだったらめっちゃ楽しいなと思って移動手段として考えないようにしたんですよあなるほどね楽しみの人乗ることしたよまさにまさにまさにいいですね、うん、ハーレ Y ーハーディ乗ったことあるよ短ーニエンジンに体がズンズンくる デロ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 デ屋デロ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 デすデロ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 いまデロ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 デいデロデロ これままで乗ったバイク見ますよ、うん、ディオ、タクト、リード80、リード110、<う>アドレス110、アドレス1 2 5る4台、えっずっと乗ってめっちゃ乗,りなどなど乗ってましたえ、それって結構あの、移動手段として普通に僕らが車乗り換えるみたいなイメージですかねダンサーさん、僕よりちょっと下ぐらいなんですよ、直木屋さんと僕との間ぐらいの、はい、的に、ヤンキーなんですよ、あの<え>名古屋の。 そうなの絶対だろ、このバイクの数見て、え、だってダンサーさん、タクトからですよ、タクトからで、リードのアドレスですよ、絶対ヤンキーですよ、ダンサーズさん、電波オタクですよ、あの、だから、電波オタクもやりながら、アクセル、ビン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 って、手首、検証になるぐらい、ポール、ール、コール、ールやってるんですね、しかし、ある時に大雨の中にバイクを運転している時にスリップして、前方のバイクに追突してしまいました、明らかにダンサーズがだめでした。 相手のバイクは250でしたが相手も自分も廃車になって廃車になるほどの事故は結構スピード出てたそれからバイクに乗ってないですねでもでもバイクを乗りたいなと思っています最近思うのはリッターバイクというよりも 650cc ぐらいがいいのかなと思っていますなのでスズキの SV650 ぐらいが取り回しがしやすいのかな皆様はどこのメーカーが好きですか SV600? SV600、SV ピンとこないけど、んね、なんとなく、んなんとなく、でも、あの例えばゲ、ゲンジャレにしても、はい、50cc よりも 125cc、<ー> 125cc よりも250のビッグスクリー250乗ったことないからもうあの、安定感が違うんで、長距離楽なんですよ。うんあ名護まで何回か、マジスティ乗ってる時に名古屋までツーリングってて、人でバーって行ったりしたんですけど、はい、楽ちんでしたで これが四百なると、さらに楽なんですよ。あの、ね、あの車検がありますからね。あの、それめ。二百から車検があるけど。二百五十は車検ないんで。ただ車検ないと、やっぱり長年乗ってると、あっちこっちガタがきた、危なかったりする。なるほどね。で、それ考えると、ちゃんとしたところに車検通して。乗ってる方が安全です。だと思いますよ。 いやーバイクのメーカー、どこが好きですかって来てますけど、好きなメーカーあったりします僕、ナイス、だって、ほぼ乗ったことないから、全然違う話していいですか、あかもうすぐ、もう時間ないですよね、パッパッと終わりますの,あの僕ね、このジモティで、うん、あのスクーター買って、安いのとにかく安い、値、ね、段しか見てなかったんですよ、うんうん、リード100、1万8000し、買おうっって、うん、で見、見に行って、買います、買いますって、買って、うん、調べたら、 ーサイクルなんですよ、ウィー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 って、めっちゃショックだったんですよ、音が軽くて嫌だったん草刈り機の音だから、俺、3週間に1回草刈ってるから、草刈り機の音じゃん、これっていったら、いやー、なんか、どんな人気持ち上げるかなと、ひたすら考えてて、これ直すしかないだろうって、途中で考えたのが、そうだ、あれだと思って、何を思ったかって言ったら、多分 多分、うん、探偵物語の松田優作のベスパー。あれ、多分、通算いくらなんですよ。そうですよ。ですよね。うん、俺、探偵物語の松田優作だと思って、あの、気持ちは。うん、それで乗ってたら、うんうん、めっちゃテンション上がりました。単純ですね。<laughs> <laughs> <laughs> あ、でも、かっこよかったですよ。松田優作。ねえ、あのー。うん あれ免許持ってないから、あうん、あと車の免許あのあ、それでバイクのそう,そう,そうらしいですよ、あれ、今週だったのか分かんないけど、<laughs> あやなりさん、あのベスパめっちゃ欲しかった、ねえ、ねえあれ、でもめ、めんどくさいらしいです、混合して、いちいち混合して入れないといけないから、ね、ガソリン、<laughs> 進撃のめいちゃん、先輩に申し訳ない、次行きましょう、<laughs> さあ、そのめいちゃんのメール行きましょう、<laughs> えー、リクエスト、直樹屋さんでドラえもんの歌、どうぞ、全力でお願いします。えい <laughs> ど,どこで止めるか。めか <laughs> え、めいちゃんからです。めいち,ちゃん責任取ってよ。怖い,怖いも、もあの、ロック、ロック、ロック。<laughs> 姉ちゃんこれあのおわびのメールを六玉手箱に送ってください。<laughs> まあそんなことはさておき今日はちょい,ちょい久々の直樹屋さんが降臨、えー、わびさびの第2部もだんだん定着化していますけどわびさび六、えー、玉,玉のコラボがあまり聞いたことがないのですが<あ>仲良しですよねわさあのマジで合わない10回 もうここ3年ぐらい、うん、この前久しぶりに会って多分23年ぶりに会いました要は収録日が違うんですよあ<っ>今ああなるほど会わな,ないんだそうそうそう,そうだから収録日が違うんで、うん、もうなかなか会うことがなくなった <laughs>、うん、多分直木屋さんの暴走テー,マテーマより別の話に脱線する可能性もあるやるんで2つちょっと質問、えー、直木屋さんの音楽を始めた最初のきっかけは <laughs> えっとまず 皆さんご存じ、僕はあのー、皆さんご存知っていうかもうかもレッドホットチリペッパーズですよ、すべては。チ僕が若い頃あのギターやって挫折して、うんえー、キーボード、友達からあの、うん、エレクトンかもらって、挫折して、うん、そのまま重いエレクトン全部返して、いらないって言って、うんうんで、そしたらもうベースやろうと、その時ちょうどフリーっていうニー,ニーが出てきて、フリーね。うん この人形を憧れにしてベース弾いてみようと思ってベース弾いたのが21です結構遅い、その途中に漫画描いたり漫画描いてて漫画描きながら1ページ描いたらご褒美で自分でベース弾いたりしてこっちが行きたいんじゃないかなと思ったりめっちゃいい漫画描けたおし、ベース1時間弾こうでそしたら半日ぐらいになってるんですよ。く分かで <laughs> そうそうそう全く分かんないけどずっとベース弾いてたベースかっこいいんすよねもう一つラジオやっててこれはめっちゃ大変だったって出来事ありますかと基本ないですお<う>あのだって全部魂がやってるし、まあはい、読みたんでやってる時もヤッシーがやってるから基本別に嫌だなっていうのはない大変だなっていうのはないっすねあ一回、うん、あのー、なんか何だろう、あのー クレームが来ましたねクレームが来たのね。うん、あいや、えー、っと、じゃあ、メイちゃんの追伸のメール来てるんですけども、えー、割愛します <laughs> 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 やばい話なんで、最後のメール行きましょう、ゲストさん、インボス制度導入、影響はありませんかと、僕、インボイスか僕さ。サラリーマンもしてるんで、うん だからあのー、分からないです、もう全く影響ないです、あのー、あの反対はしてますけど、うん、直接影響はないです、ですあの反対したほうがいいなみ、みんなが大変だろうなと思う、あ,のあれ、本当に仕事してる人、やばいだろうなあの友達からも聞きます、あんまりいい話は聞かないどううしようかなもう一つです、ゲストさんにお聞きしたい、どうしたら前向きになれますか、南国パイナップルさんという方からですから。<laughs> 僕が前向きじゃないんで僕が前向きじゃないんでだから僕が後ろにいると思ったらいいんじゃないですか僕、あなたより後ろですよ、全然。うん、あなるほどね。僕、もう本当一人でいるとき<の>めっちゃ直木屋さんんののこの発想って素晴らしいんだよな僕、このパイナップルさんより全然後ろにいますよだって俺、お家にいるときもう不安で仕方ないもん。 俺、地震来たらどうし死ぬのかなって、一人でってて、この前揺れた時めっちゃ怖かった、この前、この前じゃない、この前はゴキブリと戦ってたんで、その前、ゴキブリその前、地震来た時は一人なんで、じゃあ、後ろで僕、直樹がいると思ってくださいとそうです。いうことです。僕でも追い抜いていきますけど、マスター直さは、こんばんは、ごくんヤンキチです。 テーマバイク。バイクの思い出を小学5年から株の 70cc を乗り、大人からは怒られても遊んだことが楽しかったです。敷地内だったらいいんですよ。<laughs> うん、自分の敷地内だったら。<laughs> えー <laughs> <え>これだけかの待ってよ綾成さんがメール届いてないのって言うけどちょっと探しきれないんだよなそれから南国パイナップルさん長文がねごめんなさい読む時間がないのでバイクのところだけ、えー、テーマバイクまたなんでこのテーマになった、えー、なテーマにまあまあ中学の時にすがらせてた自転車を盗まれたことがある庭に倒して止めていたちょうどその期間は、えー、中体連で徒歩で学生が街中から移動していたから、えー、みんな がとったんじゃなかったんかなっていうことですかね。えー、車の話は書いてますか。か車の話はまた本当。ということで。はい。なんかかい楽しかった。本当に楽しかった。あっという間。一時間半。告知なくても喋れるでしょう。いっぱい。 <laughs> 来てる、ずっと呼んでるんですよ、ずっと来て来てって、告知できるよ。って本当にネガティブこの人。の僕の主催のライブをするときは、もうみんなお願いしますっていうことなんですけど。あ、もうぜひ、もうその時はまた。はい、また、ぜひお願いします、はい。番組でチケット買って、リスナープレゼントもさせていただきます。あ本,当本当に俺。マジでよろしくお願いします。いつなるかわからんけど。やれ、早く <laughs> ア。アルバム作ってるんでね。あ、そうです。はい、アルバム、一応もう来年中には。今年中に、今年中に行ける 出るんじゃないかなあいいすね。未来の自分に期待してるけど、うん、僕は今1ミリも努力してない。うん、大丈夫です。<laughs> で未来の自分に努力しますよ <laughs> こ。この考え方よ。直樹さんの大好きなんだよな。<laughs> いや、でもマジでな、今度の、あのー、10月14日の、あるて先山。 えと20日のうらそいグループ、ぜひ皆さん、直木屋さんのライブ見に行ってください。いやもう本当、直木屋さんの演奏してる、新かっいいんだから、もうテクック、もうずっとあの目つぶって聞いてて、うん、いや、ライブだから、目を開けてみましょう、<laughs> もう本当にかっいいんで、ぜひ皆さん、ライブ、足を運んでください。ということで、今夜のゲストは直木屋さんでした。<laughs> ありがとううございいままましししたた皆さん会ょよろしく <laughs> 早めに締めてるよ、どうするかなと。あと10秒あ。あと10秒あ。ラジオでしゃべって、ラジオで喋って。ラジオが10月14、20日もよろしくありがとうございま,来てます。 診断話が一番よかった。じゃあメイちゃんがだから診断の話を食ってきてるけど、さすがにリスナーさんの診断の話は別の人のはなしの方が有名かった。お疲れ様です。先生ありがとうございます。冗談だからね。全部ね。はい、全部事実しかしゃべらない